こんにちは、プロスパージャパンです。今日はですね、パナソニックのですね MD ラジカゼの方の発送前の作動確認です。今 CD が入ってまして、1000曲で1曲目から入ってます。またちょっと光の関係で、見にくいので角度を変えます。こっち側かな、ちょっとこっちでいきましょうか。今1曲目です。こちらリモコンがないタイプなので、本体操作できます。選曲を飛ばしていきます。3曲目です。見えますかね、こっちもいいのかな、こっちですね、ここかな。4曲目です。5曲目、ちょっとボリュームがあります。6曲目です。7曲目です。8曲目です。9曲目です。で10曲目ですね。はい、停止をします。で、あと MD の方ですね。MD の方はソニーのディスクを必ず使います。こちら真ん中を押してですね。今 MD の方も読み込みが終わりました。こちらもスムーズですね。CD のちょっと一回取り出しますね。テスト用の CD です。で、MD の再生します。1曲目です。2曲目です。3曲目です。4曲目です。5曲目です。6曲目です。7曲目。8曲目です。9曲目です。10曲目です。停止します、はい。いつも説明するんですが、必ずソニーのディスクを使うので、あの読み込みがですね、遅いとか、できないというのはもうピックアップレンズが間違いなく劣化しているので、確認するためにはソニーのディスクを使うのが一番です。はい、あとラジオの方ですね、アンテナは、背面のこちらしかないので、こちらの方で受信ができる状態で、ご自身の地域に合ったものでやってください。で、このパナソニックですね、コンボ全般なんですが、デモンストレーション機能というのがついてて、いきなりランプがついたりですね、立ち上がりがするときがあります。で、こちらはですね、動画の方に上がってます。この型番ですね、パナソニックの RX-MDX61 の方で、設定の解除の方が出てますので、そういう現象、電源が入ってどうしても画面が消えない場合はですね、デモンストレーション状態になってますので、設定の解除をしてください。動画の方で分かりやすく説明してます。よろしくお願いします。はい、以上です。